マット、こんなものまでマット化。千葉中山競馬場で行われたイルミネーション点灯式にタレントの朝日奈央さんと元巨人桑田真澄さんの次男音楽家のマットさんが登場しました。2-1-0。現在写真がマットさんのように仕上がるマット化が芸能界で話題ですが、今回挑戦したのはなんと馬。マット化ということで、ドン。目と鼻と口をこう寄らせることでちょっと動画になるんですよね。大胆にやってみたら、あ、可愛くなったと思って。そして朝日さんにもマット化した写真をプレゼント。ありがとうございます。はい、菅の事務所の方にこれを潜在写真に、はい、潜在写真に変えてもらいたいと思います。そんな朝日さん、一部週刊誌で報じられた美容師の男性との交際について聞かれると、熱愛報道出ましたけど、いや、ありがとうございます。そうなんですよ。私事で全然話題になってないんですけど、本当にすみません。誰と調べて。今もうラブラブってことですか。いやー、どうですかね。まあでもいいお付き合いさせていただいております。さらに目覚ましテレビマットさんにこんなお願いをしていたんです。マット化をこちらの長島アナ、カルベアナにも事前にあのマットさんにお願いして。ちょっと嘘です。はい、こちらです。ちょっとマットさん、カルベさんって結構エジから強めで、はい。加工時間わずか20分でここまで美しくなった2人。いやでも20分も。エジから強めの私カルベのマット化、難しかったところは、僕一番加工の中で難しいとしてる髪型がありまして、はい、上にアップしてる、うん、感じのボリュームで、はい、ここが難しくて加工が、あ、もう生え際そこへるとちょっと笑っちゃってマットさん笑っちゃってる。顔の大きさがもうね、全然違いすぎて、もう誰かわかんない。カルベさんの、はい、来世ですね、これは。衝撃でした。ということで、はい、こちらの写真が脳加工のツーショット写真、はい、で、こちらがマット化された写真。長島さん、どうよ。いや、これ、カルベさん、誰ですか。いや小顔すぎる、すごい。長島さんだってそう言うけど、全然違うよ。ね、いやでも嬉しいですね、マット化していただいて。そうか、でもこれが自分の理想形かもしれないな。目指してみようかな。来世。ありがとうございました。ありがとうございます。